はい、じゃあよろしくお願いします。今回はスーさんの不定積分丸一準備運動編をお送りします。で、やっとね、積分スタートになりました。ここから積分やっていきます。で、最初は不定積分の問題6もありますので、ぜひね、一回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では、早速ね、1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。いやー、積分だね。やっと積分だよ。で、ちなみに不定積分、まあ、積分ね、っていうのは皆さん、初めましてではないです。数2で1回勉強してます。しかも同じ不定積分から始まってね、次に定積分がやってってやってるんですよ。で、なんで、数2と数3でね、2回もやってるのか、何が違うのかっていうと、ざっくり言うと、数2は積分の基礎をやってます。基礎的な内容を。で、それの発展的な内容をこの数3でやっていくイメージでいてください。まあ当然ね、数3の方が内容難しいっていうのはみんな把握してると思うので、まあそんな感じです。で、今回は準備運動編ということで、数2の、数2でやった時の積分の、まあ、積分のやり方を含めながらね、復習をちょっとやっていきましょう。まあ、この辺復習じゃねえよって思う方もいると思うんですけど、まあ、やっていきましょう。では、行くか。で、まず1番ね、5X、インテグラル 5X2 乗ですね。これを積分しようと。で、積分のルールは、まずちょっと復習でいこうか。今、X2 乗だね。係数の5っていうのは別に関係ないので、こいつですね。X の2乗を積分した場合、肩についてるこの数字に1を足しますと。1を足す。ね。で、そう3になりますよね。それが分母に出てきます。3が出てくるんじゃなくて、3分の1が出てくるんです。で、X も肩の数字を1足した状態、つまり2乗から3乗になって、これで終了です。で、ちなみに今回は不定積分です。不定積分っていうのは、インテグラルのここに数字がないやつです。なので、必ず答えにプラス C。まあ、C は積分定数ってやつなんですが、これを必ずつけて答えてください。で、この不定積分が何本か動画終わった後に、負が取れた。定積分ってのが始まります。で、定積分っていうのはここに数字がくっつきます。数字がね。なので、そこで違いが出てくるんですが、まず今回はプラス C を必ずつけると思っておいてください。で、戻ると、5ってのはおまけです。おまけ。主役は X2 乗なんで、それを積分するとこうなると。3分の 1X3 乗。でももともと5がいるから、だから3分の 5X3 乗忘れずにプラス C です。で、ここだけ書いておきましょう。でね、テストの時に、積分って C は積分定数は書かなくていいです。基本的には。ただし、もしね、みんなの学校の先生が、いや、それ書かなくダメだから、みたいな人だったら書いてください。そんなんで減点とか罰くらったらたまったもんじゃないからね。いいかな。ただ、プラス C はつけないとダメだよ。これはつけないとダメ。必ずね。といった感じ。では、行きましょう。で、2番からね、まあ、ごちゃごちゃしておりますが、これもインテグラルが全部に対応してると思ってください。つまり、インテグラル 8X3 乗、インテグラル X2 乗、インテグラル 6X みたいな感じでやっていく。だから1個ずつやっていくと、まず X3 乗です。3、肩の数字は3ですね。1を足すと4になるから、4分の1として出てきます。で、4分の8になるから2ですね。で、肩の数字が1個増えるから4乗です。次。X2 乗。これはさっきと一緒ですね。3分の 1X3 乗を X の1乗です。1増やすと2になるから2分の1として出てきます。で、約分して、-3x2 乗。で、これはですね、+5っていうのは、x が、くっつまり、0乗だったのが1乗となって出てくる感じ。1増えるからね。で、忘れずに+C。よいしょ。となって、これで終了です。で、まあ、微分と積分ってのはね、まあ、背中合わせなんて言い方をするんですけど、こいつ例えば、3分の 5x3 乗あるじゃないですか。これを微分します。微分。今までずっと微分やってきたよね。で、微分すると、微分は肩の数字3をかけなきゃいけないから、かけると5になる。で、肩の数字が1個下がるから 5x2 乗になりますね。戻るんだよね。いや、それで確かめはできる。こういう問題をね。積分と微分はこういう関係にありますので、これは必ず覚えておきましょう。あ、ちなみに、今回さ、復習って準備運動って言って復習やってるんですけど、この辺からちょっと復習じゃないんでね、もはやね。で、もっとちょっと簡単な問題からやりたいなっていう方は、その数2の
不定積分の問題演習のやつを、あとこの動画のリンク、概要欄に貼っておきます。あとこの動画の一番最後にも貼っておきますので、もしね、ちょっとレベル高いなって思う方はぜひそっち見てみてください。若干古いんでね、俺のテンションが違うかもしれないけど、まあそれは気になさらず。じゃあ行きましょう。で、次はですね、まあこれパッていければいいんですが、ちょっと丁寧にやっていくと、x の3乗分の1ですね。x の3乗分の1書き直すと、これはマイナス3乗ですね。これ。マイナス3乗は分母に来るからね。で、これ、ルート x。ルートっていうのは2分の1乗です。これはね、今までずっと使ってきましたと。じゃあこうなって、それを積分していきましょうと。で、さっきも言ったように、肩の数字が1上がります。マイナス3から1上がると、マイナス2。それが分母に出てくるから、マイナス2分の1です。出てくるのは。で、肩の数字もマイナス2になると。つまり、x2 乗分の1です。x のマイナス2乗っていうのは、x2 乗分の1。つまり、これに2乗分の1がくっつくから、マイナス 2x2 乗分の1ですね。これが左側、x-3 乗を積分したもの。ではこっちです。肩の数字が2分の1です。1を足すと2分の3になります。2分の3ね。で、それが分母に出てくる。ちょこ一書きましょう。2分の3が分母で、こうだね。2分の3分の1。で、これはね、下が分数になってる場合は逆数にひっくり返します。特に上が1だからね。だからこれ3分の2ですね。まあ、なぜなるかっていうと、もともと5分の3みたいのっていうのは3割5ですよね。これ小学校でやってます。3割5。同じように考えれば2分の3分の1なんで、1割2分の3なわけです。つまり、かける逆数になるから、1かける3分の2で、まあ、3分の2になりますよっていうね。ちょっと回りくどくなりましたが。なので、ここの肩の数字は3分の2が出てくる。3分の2ね。だから、マイナス3分の2。で、肩の数字が x 2分の3乗。で、個人的には2分の3乗でもいいんじゃねえかと思ってしまうんですが、一応2分の3乗っていうのは、x ルート x なんですね。2分の3乗を x の1乗かける x の2分の1をこう分けます。これ2分の3乗同じね。で、x が x。x の2分の1乗がルート x なんで、まあこうなると。まあ、一応ね、参考にしてたやつが、この x ルート x になってたので、ちょっとこっちに合わせますが。で、こうなって、これで終了。いいかな。で、次っすね。これ。で、この問題は、まず、インテグラル、これを、ちょっと復習ですけど。例えば、5分の x-3 っていうのは書き直すと5分の x-5 分の3と分けることができますよね。項と項に分けられると。で、同じように考えると、x2 乗分の 6x4 乗なので、約分して 6x2 乗になりますと。で、こっち側は、まあ、約分できないんで、x2 乗分の3になりますと。まあ、dx ね。で、これで、分けられたんで、こっちは積分していきましょうみたいな感じ。だずーっとやってきた一個ずつやる感じだね。で、x2 乗は、3分の1が出てくるから 2x3 乗。で、こっちが、x-2 乗ですね。x2 乗分の1は。ちょっと3無視します、今。で、これは肩の数字1増やすとマイナス1。つまりマイナス1分の1。だからマイナス1ね。が出てくると。つまり、もともとマイナスがいるから、プラスに変わります。肩の数字がマイナス1になるから、x のマイナス1乗ってのは x 分の1ね。つまり、x 分の3と。で、プラス c。これで終了です。まあ今ね、多分この分数とかは結構、今まで数にはそんな扱わなかったと思うんで、出てこなかった方もいると思うんですけど、まあ結構出てくるね。ガツガツと出てくるので、まあ覚えちゃってもいいかなと思いますね。x2 乗分の1は、まあどうせね、次数が変わるから x 分の、で、マイナスが出てきて、マイナス x 分の1だよね、みたいなのが。慣れてきたら覚えちゃった方が、まあスピードは上がるかなと思うので、余裕があれば、ぜひね、お願いします。よし、で行きましょう。ね、この問題はですね、まず、自分はね、分子、これを展開します。そうすると、x2 乗マイナス 2x プラス1 ですね。で、これをさっきと同じようにやります。同じように。
x3 乗分の x で x 分の1。で、ここが、マイナス x2 乗分の2、プラス x2 乗分の1と。1個数分けただけね。で、これをやっていくんですが、まあ、ポイントはここです。インテグラル x 分の1。これを、x 分の1ね。これを微分じゃない。積分したときには、ログ絶対値 x になるので、これは覚えておいてください。x 分の1を積分すると、ログ絶対値 x と。で、こっからはさっきと同じですね。x2 乗分の1は、マイナスが出てくる。つまり、符号が変わって、x 分の、まあ、1なんで同じね。x 分の2になると。で、おっと、待てよ。待て。3乗だね、ここね。なんで同じだと思ったけど、3乗だったわ。で、3乗に関しては、マイナス2分の1が出てきて、で、ここの次数が1個下がるから、2x で、マイナス 2x2 乗分の1になると。で、プラス C。まあ、ごちゃごちゃしてますが、これで終了となります。で、ラストですね、ラスト。で、これもまず展開してしまいましょう。分母と分子相乗で2乗して、同じように約分してってもいいし、まあ、これ、この中がもともと、1マイナス x 分の2ってできるね。こう、x 分の x と x 分の2って分けると。で、こいつの2乗なので、インテグラル、2乗すると、1マイナス、x 分の4と、プラス x 2乗分の4か。これの dx か。こうだね。じゃあ、1個数いきましょう。で、1は、x ですね。積分すると。で、この x 分の1、まあ、今4ついてますけど、x 分の1はさっきやったように、ログ絶対値 x。で、マイナス4がいるんですけど、それ前につけます。マイナス4、ログ絶対値 x。で、2乗はさっきね、ずっとやってる。マイナスが来て、x 分の1。でも4がもともといるから、4と。で、プラス c で、これで、終了となります。はい、という感じでございます。まあ、ひとまずここではね、まあ、ごちゃごちゃしたのもやりましたけど、積分、こういうね、まあ、基本的な積分のやり方っていうのを、ぜひ、ちょっとごちゃごちゃするのいっぱい出てくるんで、スーさんは。まあ、スピーディーに早くね、処理できるように練習してもらえたらと思います。で、途中でもね、話しましたが、もうちょっと簡単なものをやりたいっていう方は、この動画すぐ後のリンクでもいいし、概要欄の方に、数2の不定積分の問題貼っておきますので、よかったらね、そっちも使ってみてください。では、今回はね、不定積分丸1準備運動編やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。